2022年の紅白で5年連続5回目の紅白出場を果たした4人組男性歌謡コーラスグループの純烈。今や売れっ子グループだけど、過去には色々あったんだよね。それが元メンバーの T 氏が起こした様々なトラブル。人妻と関係を持った疑惑から始まって、2014年から同棲していた女性とトラブルを起こしてるなんて話も出ていた。さらに他の女性のお金3000万円を競馬とかに突っ込んでいたみたい。この件で T 氏は2019年1月に記者会見を開いて、グループの脱退と芸能界引退を発表した。T 氏の件で他のメンバーも会見を開いて謝罪するっていう事態にも発展したんだよね。T 氏がいなくなって、今や超売れっ子の純烈。今後もイケオジ集団の活躍を期待。